はい、皆様こんにちは、こんばんは。てるてる百貨店になります。今日はですね、ちょっと私のこのガンプラですね、ちょっと他も写させていただきますが、まあ、こんな感じで、はい、かなり大量にあります。まあ、これ以外に外にもあるんですけど、この部屋以外にもあるんですけど、ちょっとね、大量にあまりにも量が増えすぎてしまって、置けなくなってしまいました。で、ここはですね、基本的にプラモデルを作る、場所として、やっておりますので、まあ、こういう形でね、まあ、ガンプラ作る人は、モデラーとしてはもうこういうの当たり前なんですけど、引いてやってるんですけど、ちょっとこの辺も圧迫してきたので、今日は3コインズでですね、はい。見えますかね。はい。3コインズでこういうものをラックが売っていましたので、こちらを購入してきました。なのでこちらのレビューになります。はい、こんな感じですね。セット内容としては、まあ、これだけですね。ちょっと開けてみましょうか。これもね、300円で売っていたので、お安いなという形で、購入してきました。まあ、ちょっとね、セリアとか、100均でもこういうの売ってるんですけど、ちょっとね、しっかりしたものが欲しいなと思いましたので、3コインズで買ってきました。よいしょ。セット内容的には、ですね、このフレームですね。フレームと、棚ぐらいしかついてないものになりますね。はい。説明書としてはこんな感じですね。はい、もともとキッチンとかの、ものが置けますよってもので、板が2枚と、あとは棚ですね。で、こういう風にできますといった形になってます。じゃ早速ですけどやっていきましょう。はい。ものとしてはこんな形になってます。で、これをですね、まあ、こうやって開くんですね。はい、開いて、で、こっちは棚板。棚板はですね、ここに溝がついてます。はい、両サイドに溝がついてるので、これをこの棚のですね、例えばこんな形で置くだけだと、まあ、これが動いちゃったりとか、安定がしないんですけど、この溝ですね、先ほどの溝に、このフレームをこうはめる感じです。はい。はめるとですね、もうしっかりしてますね。こんな形で。で、もう一個の棚板についても、やっぱり溝がついているので、これをですね、こんな形ではめると。はい。そうするとね、もうしっかりしたものが出来上がります。はい。で、こういうふうに形でしっかりできるんですけど、私についてはですね、こちらですね。まあ、ガンプラ、当然普通に並べていくと、そのまま、プラモデルの数分だけ場所を取ってしまうんですけど、まあ、こんな形でね、棚板、1枚使ってないです。1枚使ってないんですけど、先ほど言った通り、この溝がしっかり、このフレームに、挟まるので、これ例えば1枚しか使いませんよと言った形にしても、はい、この上段ですね。上段がしっかりここはまってるので、これガタつくことはないですね。まあ、ただね、下がやっぱり、基本的にはこう閉まるような、構造になっているので、やっぱりこの下の段もですね、本当であれば、ちゃんとはめて、2段はめると、しっかり下も、固定されるといった形になってます。まあ私の場合はね、ちょっと下の段が、やっぱりね、プラモデルを置きたいので、下の段を外しちゃってます。ちょっと下入れるとね、144分の1が下に置けなくなっちゃうので、144分の1の、ガンプラを下の段に置いて、まあ、こういったね、結構装備が、たくさんあるものに関しては、まあ、上の段にという形で、これね、ただ
ここの上じゃなくて中段にこれをかましてるので、まあ、中段にかませば、下のところにね、もう一枚板かませなくても、多分一枚でもいけると思います。はい。今日はですね、こういったものを、3COINS で買ってきましたと言ったご紹介になっております。はい。サイズ感的には、ですね、こんな形になっていて、こちらにですね、サイズが載っていますけど、これは概要欄の方に、サイズと、名前の方は書いておきます。はい。まあ、あとはね、見た目で判断していただければと思うんですけど、まあ、大体、まあ、こういうボリュームがあるガンプラだと、2つ。で、144分の1、まあ、全部144分の1なんですけど、標準的なものですね。こうやってシャーザク、量産ザクみたいな形で、まあ、こういった標準的なガンダムであれば、3つぐらい並べられるかなって感じですかね。はい。こんな感じでね、多分1、2と、1、2、3という形で、まあ3つぐらい並べられるかなという感じになります。はい。この動画良ければチャンネル登録よろしくお願いします。また、グッドボタンの方も押していただければと思います。まあ、こんな感じでですね、日常生活で何か、良きものがあったら、またね、ご紹介していきますので、チャンネル登録お願いできればと思っております。はい、てるてる百貨店でした。バイバイ。